kapituliere niemals! Das ist empörend! Ich habe Berlin vor Jahren gegen die Roten erobert und werde die Stadt bis zum letzten Atemzug gegen die Roten verteidigen. Die wenigen Stunden, die ich noch als deutscher Reichskanzler zu leben habe, werde ich nicht dazu benutzen, meine Unterschrift unter eine Kapitulationsurkunde zu setzen. Wir müssen die Zivilbevölkerung schützen. Es geht für was ist uns umsteht. Egal, was passiert, wir werden die Entscheidung bis zum Ende. Schiebdivisionen auf der Landkarte, die gar nicht mehr existieren. Die Gruppe Stein, ein versprengter Haufen, der sich mit Mühe verteidigen kann. Jetzt will er, dass Steiner angreift. Das ist purer Wahnsinn. Warum sagen Sie es ihm dann nicht? Der ist kein Argumenten zulänglich. Das wissen Sie so gut wie ich. Irgendwas muss getan werden. Sie verrückt. Er will uns einfach rausschmeißen, die Rundstadt, wie Guderia. Ja, und? Wir sind so... Muss gelernt, это супер круто. Man müsste die ganze Luftwaffenführung sofort aufhängen. Mein Führer, vielleicht handelt es sich ja wirklich um Fernfeuer. Sie erwähnten eine Eisenbahnbrücke über die Oder. Ach, Unsinn! おいーす。皆さんどうもこんにちは。液タブを置いたらやっぱ机狭くなりましたに投兵です。早く机かえ。ということで今回乗っていくのは、スウェーデン、ギア7、重戦車、レオ、基本性能をドン。まず走行面なんですが、一般的な中戦車といった感じで、お世辞にも硬いとは言えませんね。が、車体正面上部の傾斜はそこそこあるらしいので、割と弾くこともあるらしい。機動力は一般的な中戦車って感じで、普通に立ち回りやすそう。そしてこいつの特徴といえばこの手法、ギア7なの 20.5 センチ砲を装備、弾発は290と、ギア相応に抑えられているものの、ギア7にしてはかなりの弾発、その分精度や貫通が抑えられているようで、一発一発を大切に撃っていきたいところですね。というわけで、優勢戦なのでバチ点の占領をしました。敵はどうやら A 地点を占領している模様、ここにいても仕方ないので、中央からスポットや車線を通しに行きます。やっぱりニアードの中央は強いポジションですな。スポットもできるし、車線も通しやすいから、ニアードで戦う際は抑えておきたいポジションですね。むむ、町側に重戦車たちがいるみたい。って当たらんのかい、ってな感じで精度はクッソ悪いです。町側には壁にが見よう。しかも正体だからクッソ怖い。あとあとこもられたら厄介な存在になりそうですね。そしてマップを見る限り、味方が敵中戦車に一気に勝負を仕掛けに行っている模様。っておいおい、あれ大丈夫か、が、町側に壁にがこもっている以上、中戦車側を攻めないわけにはいかないっすね。AFK のシャーマンに外したのは見逃してないからな。うるさい。そして味方が溶け散った。しかもこれ後には危険っすね。ま、次こそ当てていくんですけどね。初見さん、さすがに AFK にはちゃんと当てますよ。さっき外してただろ。ってお前言ってるんかい。なんでやんねん、さっきまで放置やったやん。さっさとガレージにお帰り。であの LTTB が街に逃げようとしてるな。へへ、逃がさんぞ逃がさんぞ。ギリギリ装填が間に合うと思うんですというか間に合え。わあ。思いっきりバイアスされましたね。てあ、すんませんすんません。ほわあ。あ、もうめちゃくちゃだよ。ま、待て、立て直すんだ。こここはれれれ冷静に逆ブタ飯を決めていく。さあ T34 よ。その85mmぶつけてきなさい。140mm の走行で弾けましたね。そしてバーチコリと一発をぶち込んでいく。だいたい300くらい出るんで、やっぱ単発火力だけ見れば強いっすねー。さ、もう一発いけるか。狙ってー、ここだー。よしよし、いい感じに撃破していってるぞ。そう、これは優勢戦。無理に撃破しに行かなくても、ポイントを死守することができれば勝ちなのだ。そして幸い味方が A 地点を占領してくれている。C 地点はおそらく壁にがこもっているので占領はしに行けないですね。てかする必要も、ないです。下がってくることを予想し、決め打ちをしてみたけど手応えありませんね。とりあえずここらでハルダウンして、敵にぶち込んでいきます。区画は10度あり、とても扱いやすいです。壁にくん、それは車体出しすぎじゃねえか。いいダメージだ。火力が違いますよ。152mm の前で生きっててさ。いや、そんなことないっす。こいつにも 152mm 積む計画とかないんすか？ないです。なんだろうな。その、チェリガンがいるから許されると思うんすよ。ゆっくり広行きやめろ。あいつ下がってこないかな。なさそう。あいつ撃てるんじゃねえ。あ、なんか撃てそうな雰囲気。撃てるやん。って外れるんかーい。なんだろう。外れるのやめてもらっていいっすか？なんだろう。広行きの真似するのやめてもらっていいっすか？あ、はい。さっき外れたお返しで。をすることはできましたか？できませんでした。グーン。あの LTTB、ワンパン圏内だからやっておきたいんすけどね。ってなんだ、てめえ、まずいな、敵がラッシュ仕掛けてきてる。それもそうか、敵からしたらポイントがやばいもんね。とはいえこちらもヘルスがないので無理に打ちにはいけないですね。って開いてんじゃん。そいやっと、さっき当てれなかったお返しで、味方が一応解けましたが、まだなんとか踏ん張れそうです。こいつ単発はあるから、やっぱり一発一発大切にしていけばかなり効果ありますね。おっと壁にそれは逃がさんよ。お、燃えたラッキー。ここで山陽を大体ワンパン圏内、もしくは空間までできたのが大きい。味方のエミール君もまだヘルスあるし、これは勝ちに行けますね。ってそっちから回ってきてたか。ここは冷静に、撃破、甘いんじゃい？あとはポイント死守して終了。リプレイを見ている限り、弾発が高く、機動力もあるので、乗ってて楽しい車両かもしれませんね。似てる車両で言うならスーパーシャーマンみたいな。そしてポイントが1000になったのでこちらの勝利です。そして優勢戦って1000ポイント到達してもなぜか戦闘終わるの遅いっすよね。ブリッツなら次の作戦会議、ダメージを意識したので OK か。
結果は3341ダメージ、6両撃破で M バッジ、火力支援により、なんとか勝てましたね。総量は、長所は高い単発に良好な機動性、区画が10度あり、自由度も高い、短所は装甲が薄く、地方の精度、DPM、貫通が低めであるということ。今回はここまで、ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくね。